孤孤独が孤独が群れて生活する大黒ネズミをあえて一匹だけ孤独な環境下に住まわせて観察するという実験があります開始後4から6週間すると噛みつくなど行動が粗暴になり12週間過ぎると手に負えなくなるというそして皮膚には炎症が現れるのだそうです人間も長い間独房に放置されていると 不安に脅かされる、錯覚や幻覚が現れると言います。似たようなことが病気の場合にも起こります。人は皆病気になると、それが重い病気であればあるほど不安が募る。これ以上悪くなったらなるのでは私はどうすればいい家族はどうなるのか思い詰めるほどに。 精神的なな負の連鎖にに陥り病気は回復しにくくなる私は講座で病人と周囲の人の関係病気が悪化するときと回復するとき病人の環境要因と健康人の環境要因などを比較して考えることがあります病気がいかに病人を追い詰めさらに悪くしているかを学習するとともに健康に導くための精神生活の提案をしています。 今憂うべきは病気予備軍の人たちが危ない気づかず健康を蝕まれている人たちが多くなっているように感じますと言いますのも人間関係は矮小化され世の中はだんだんと孤立に向かっているように思うからです携帯電話や電子メールの普及はそれを証明するかのようです2009年現在携帯電話の普及率が8割 インターネット普及率は9割を超えています。もちろん、勘弁で、ゲームやネットサイトへのアクセスなど、広範な利便性が受けていることは間違いありません。しかし、本質的には、つながっていたいという願望が根底にある。そのような見方もできるのです。社会の中での自分の位置がわからない。生涯の自分に課せられた役割が。 何なのか知りたい。すべての人が存在への不安を大なり小なり持っていると思います。国と論で有名なイギリスの経済学者アダム・スミスは著書「道徳感情論」「ザ・セオリー・オブ・モラル・センチメンツの冒頭で人間がどれだけ利己的であるとしても人間本性の中には明らかに利己性とは 性格を別にするいくつかの原理がありまた人間はそれを必要としているそれは同情コンパッションすることつまり他の人の悲惨を見たり他の人の様が自分の心に大変生き生きと描かれる時の情動エモーションである時として不運なことがあってもその悲しみを伝える人物が見つかれば人間はホッとすると言っています ほっとする時それは自分の思いが他とつながっていると感じられた時たくさんの人からの同情が必要なのではない一人でも自分の思いを本当に理解してくれる人がいればいい病気の時にはこのことが症状をどれだけ左右することか知れません精神的な内面の安定と病気の癒され方は比例しているのです 誰にも理解されないという思いの毒は回避したいものです孤独は孤独に陥りやすいのです